参ります。私は日輪を恐れ不定な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。すべての事情は我が万丈にある。ずるいです、卑怯です、どうしましょう。終わりの奴は死で完全に、この名乗るべきは恐れよ。新たな駒試してみるには良い機会。考えよう、光を集め、卑弥呼の災害を招く伝説がある。我らの困難大使は光を集めている。恐れながら私を超えるってますね。もう私のお手伝いを私存外使えるコマよ。と言ったらどうする？気がするぜ、東京魂見せてやる。これは卑弥呼様をお招きされたのかね。罰が当たったわ。この朝目覚め、戦場に立つ。ただそれ変わりは何をしている貴様ら。日輪の加護を受けて、それか、人を傷つくようなまじか。仕方がない。引くですよね。一つ暗きが紛れて、手ごまにしておいて正直であった。すまないが、神になど頼るつもりはない。代わりはあれ、それはあやかし、あやかし、あやかし。戦火の間抱きしかいとやら、はい、卑弥呼など元よりこの地にはおらぬわ。この私、あなたのように人にお天道様の力は使わせませんよ。引き込まれ、使えませんか。
我は日輪の持ち物、眩しき光にひれ伏せ、読み取られた誤算で定めなさいよ。草場へと埋没する駒となろうぞ。仰せの間この気がせし死してあがなえ。あなたも所詮はそうだ。味がもの素であがくせ。日輪よ、さあ、あせよ。で
る。意味がありません。引き込まれろ。すべてがすり抜ける。いかなる言葉も、もう遅い。この心には届かない。なぜなら、とうの昔に私は止まっているのだから。